じゃ、かゆめです。今日は、サントリーさんの黒ウーロン茶なんですけれども、ジャスミン版ですかね。ジャスミンの香りがする黒ウーロン茶の動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。サントリー黒ウーロン茶、ジャスミン。特補飲料ですね。これは全然何にも関係ないですね。下の方にエネルギーの方記載ございます。カロリーの方は0キロカロリーということなんですが、ナトリウムは29ミリグラム入っているということですね。そういたしましたら、原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。ちょっと文字小さくて見えづらいんですが、原材料名はウーロン茶。ウーロン茶抽出物、香料とビタミン C ということです。ジャスミンは香料であれしてるんですかね、この香り付け。はい、こちらがサントリー黒ウーロン茶、ジャスミンの中身です。普通の黒ウーロン茶と中身同じだと思うんですけれども、香りの方は、ん？何にも匂いしない、普通にウーロン茶の香りがするんですけれども、それではこちらをチェックしてみたいと思います。うま、くる、うまい、すげえ。味は、ウーロン茶、若干ウーロン茶なんですけれども、後半は全部ジャスミンティー一色ですね。めっちゃ大好きなテイストなんですけれども、ちょっともう一回チェックします。はい、うまいというか、ジャスミンティーの独特のその、癖のある、花っぽい香りですかね。なんか、ふわーっとするような、すごいいい香りが、楽しめますね、すごく。大好きです、このお茶。お味の方は、最初ウーロン茶なんですけれども、ジャスミンティーの香りが強いので、ジャスミンの香りが強いので、なんか、後半はもう、ジャスミンティーみたいな感じ、飲んでるみたいな感じになります。すいません。なんか、うまいこと伝えられなくて。それでは、簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。